本田シビックは1972年に初代が誕生したロングセラーカーである。1995年に誕生した6代目のミラクルシビックと称されるモデルは、主力モデルのエンジンを低燃費高出力の3ステージ VTEC に進化させ、さらにホンダマルチマチックと呼ばれる CVT も搭載。この年の日本カーオブザイヤーを獲得するほど高い評価を得た。2年後の1997年8月、この6代目シビックについにタイプ R が登場した。3ドアハッチバックをベースとし、シビック初のタイプ R として注目を集めた。エンジンは B16B 型 1.6L 直列4気筒 DOHC16 バルブで、 VTEC を装備することで NA ながら最高出力185馬力のハイパワーを実現。ボディは軽量化が施されており、車高を落としたハードなサスペンション、台形化した4輪ディスクブレーキ、スポーティーにセッティングした専用 ABS なども採用されていた。さらにスポーツドライビングに最適なレカロ社製バケットシートやエアバッグ付きモモ社製ショーケーステアリングホイールも標準装備。これにチャンピオンシップホワイトのボディカラー、赤いホンダエンブレム、チタン削り出しシフトノブなどの専用装備も加わり、スポーツイメージを大きく強調していた。軽量コンパクトでハイパフォーマンスなシビックタイプ R は、シビックワンメイクレースやスーパー耐久シリーズなどのレースでも活躍し、発売後10年以上経っても多くのアマチュアレーサーに愛されたのである。